今回は私、梅がクレーンゲーム鑑定団ネオにてコストコの麻婆豆腐を狙いたいと思います。北さん曰くすごい簡単というか、まあイージーで取れるみたいなので、サクッと取りたいと思います。よろしくお願いします。その3。はい、では早速行ってみましょう。まあとりあえず上の方をずらす感じでいいのかな。いつもね、自分がやるときは北さんにからこう教えてもらいながらやるので、うまくいくか、まあ、横向いた。これをまあ上をずらして、まあ横に向けてストーンと落とす感じかな。ちょっと上ギリギリ狙って、アームギリギリ狙って、まあ左にずらしていく感じか。あー、ちょっとかかったけど、まあずれてくれたらいいかな。ずれない、裏面。裏面って書いてる。こっからだと、まあもう一回上ずらす感じか。まあ、この箱の重さがね、ちょっとよく分かってないけど。まあ、ずれるでしょう。アームもね、そんなに弱くないから。いけ。動かん。ちょっと浮いたな。もうちょい左か。いけそう。分からんけど。よし、やるぜ。ちょっと左側にずらしてみるか。結構キワ、おお、キワキワ。これ動いたっしょ。絶対いける。ああ、また。コロコロ転がってる。まあでも横向いたから、これでもう一回倒さんと、横にこうずっとずらしたいな。いけるかな。ああ、いいね。手前はずれるから、もうちょっと手前を、まあ、同じ方向にずらして、で、まあ、横向けてストンって落とす感じでいきますか。うわあ、やばい。耐えてくれ。俺の携帯。梅北チャンネル。ええとこ。めっちゃええとこ行ったんじゃないこれ。スコンと行って。ああ、なるほどね。オッケーオッケー。じゃあ、手前を上げて、で、まあ奥を手前にずらして、ストンって落とす感じにしようかな。ちょっと手前、あ、ちょい奥行きすぎたか？いけるかな？頼む。あーね。もうちょい手前か。ええとこ。狙い通り。行ったっしょ。うわあ、マジかよ。もうちょいやな、でも。次で取れると思うな。ここっしょ。おい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 
次回。